内東子の午後カフェ。さあ、時刻2時5分になりました。竹内東子の午後カフェ、生放送でお届けしています。2時台はゲストをお迎えしてお話を伺うカフェトークです。今日はインタビュー、皆様お待たせいたしました。作家の宮本てるさんでございます。7ヶ月ぶりに2回目で来ていただきました。お電話です。宮本さん、待ちきれずありがとうございます。お声掛けする前に、7ヶ月ぶりですか？7ヶ月ぶりです、先生。あ、どうですか。ありがとうございます。もうね、いやいや、お幸せ、ありがとうございます。今日本当満を持しての2回目なんですけど、この前お話が聞ききれなかったので、いや今日ね、私いつも台本にその今日のゲストのお名前とかいろいろメモをこうワッと書く、太いペンで書くんですけど、今日ね、頭に宮本てるさんって書いた字がすごい、もう私が今まで書いた宮っていう字の多分何千回って書いてきたかもしれないけど、その一番ふくよかないい字が書けたんですよ。宮本てるって。宮だけ。てるも、てるも。あ、宮本てる。はい。なのできっと今日は。それくださいね。本当ですか、先生、送りますよ、私。ください。今日はもうリスナーの方たちも本当に楽しみにしていらっしゃいまして、事前にね、おはがきも、もう今日に届くようにと言っていただいたこの方はね、群馬県のミラクルのバーバさんです。はは、宮本てるさん、6月21日ということでとても楽しみにしております。宮本さんの作品いろいろ読んでますが、中でも流転の海全9巻読み応えがありました、はい、ありがとうございます。主人公まさか熊子の生き方は不屈、宮本さんのお父様がモデルとのこと、次を待ち遠しく読みました。そして草原の椅子は舞台になった、パキスタンに行きたくなり計画したんですけど、未だ行けず夢見てます。まあコロナですしね。というと、まあね、現地の政治的な不安っていうのありますね。そうですよね。今後の作品の構想やアイディアなどのお話が今日聞けることを期待しておりますといただいております。はい、ありがとうございます。はい、もうその他ね、いっぱいあるんですけどね、ちょっと待って、矢賀さん、てる様2度目のご降臨、もうご降臨でございます。予習して待ってますって。もう皆さんね、本をこの本読みましたとかいろいろそれぞれ予習して、この場に挑んでくださっております。いや、それはもう大変立派な心がけですね。ちょっと リスナーの皆様にまずは宮本てるさんのプロフィールを、ご紹介いたします。もう簡単ですけどもご紹介いたします。てるさんは1947年兵庫県の生まれです。大学卒業後会社勤務を経られまして、デビュー作泥の川で太宰治賞を受賞なさいます。でその翌年には蛍川で芥川賞を受賞するなど、数多くの作品を世に送り出していらっしゃいました。また2010年に紫綬褒章、そして昨年2020年には旭日小綬章を受賞なさいました。難しい、日本を代表する作家でいらっしゃいます。もう二度このような形で出ていただくのは珍しくてですね。あ、そうですか。もう、はい、もうすいません、私たち午後カフェ一同で先生に懐いちゃいまして。今日よろしくお願いいたします。こちらこそ。いやー、でも次はね、絶対スタジオでってお話ししたんですけど、そうですね、なかなか思うようにいかない日々です。去年の7月に、はい、もう一遍また、去年の7月ですか。11月。あ、11月ね。はい。そうなんです。だから次は、本当にもし読んでいただけるんなら、はい、多分スタジオで竹内さんのご尊顔を拝するだろうと思ってたんですよ。ご尊顔をね、お見せしたかったんですけど、私は今日はね、ちゃんとてるさんのお写真を、前回の電話で喋ってくださってる時の写真を目の前に。家みたいにね。とっても素敵。ちょっときょとんとした感じで、素敵な感じです。が、でもうこの半年はいかがお過ごしでしたか？いや、もう全く一緒ですね。家に閉じこもって、はい、締め切りが来たら小説書いて、はい、で書かないときは、はい、ベッドに横になって本読んでて、うん、だもうどんどん太ってきましたね。え、本当ですか？お、運動はなさってないんですか？お夜中してますよ。なんかやってらっしゃいます？いや、何かしろと家内に言われてるんですけど、
なかなかね、そうですよね、動きにくいですよね。もうあのワクチンは打たれたんですか？1回目は打ちました。そうですか。ちょっとほっとなさいましたか？いや、でも、もう1回打たなきゃいけないっていう。そうですよね。大丈夫でしたか？ちょっと痛かったですね、うん、あの半日ぐらい。そうですかね。うちの父母もようやく1回目を打って、なんかちょっと痛いけどっていうのを話しながら、でも、まあ、ちょっと痛いぐらいですけどね。よかったですね、ございました。でも前回お話の中でね、小説を書くのにすごく現地での取材を大切にしてらっしゃるっていうお話を伺って、まあ、でもそんなメモを取らないけど、刺身定食880円とかそんなん書いてますっておっしゃってましたけど。そうです、そうです。でもね、雰囲気、そのアトマスフェア、空気感を得るために取材に行かれるってその頃おっしゃってたんですけれども、はい、取材も全然行ってらっしゃらないっていう。全く行ってないですね。まあ近郊はね、はい、今良き時を思うっていう小説を連載してるんですけど、それの、まあ、舞台の一部が近江八幡市なんですよ。はい。滋賀県の。滋賀県の。ちょっと近所、ちょっと遠い近所ですね。まあ、でもやっぱ車でそうですね、2時間弱。はい、あ、そうか、兵庫からは。片道がね。ええ。そうすると、まあ、家から行けますから。はい。車で行けますからね。うん。マスクもしなくていいしね。はい。まあ、そういうところには行けるんですけども。やっぱり電車に乗って一泊二泊しなければいけないっていうところは、もう今出版社自体が自粛してますから。どういうことですか？出版社がね、はい、もうそういう出張は今もう全部、なるほど、NG ということで、はい、だから出版社の人が行かないのに、うん、作家だけ行ってどうするんだと。ちょっと車で、じゃあそれでも車で少しお出かけになって、まあ降りないででも行ってみるっていう。うん、そうですね。まあブラブラ歩いてみるとかね。はい。まあ、結局ね、うん、まあ、小説だから嘘を書けばいいんだって言うけども、やっぱり事実は事実、書かな、間違っちゃいけないんですよね。はい。例えばここからここまでバスで15分だと、うん、それ1時間とは書けないですから。はい、そうですね。なるほど。例えばここからここまで駅で電車に乗ったら電車賃いくらだったと、うん、それ嘘書けないですからね、うん、だからそういうことをちょっとこう、そういう小さなことをね、いうのは現場に行かないとわからないんですよ。なるほど。だからどんなお仕事でもそうでしょうけど、現場に行かないと見落とすことがいっぱいあるんですね、うん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 、だから現場に行け、現場に行けっていうことの意味がそういうところにあるのかなっていう。小説家の、まあ、宮本さんのそこはもう心情というか、そこの雰囲気を、行かないとわからないことはやっぱり行って分かりたいということですね。書く書かないは別にしてね。はい。ああ、そうか、もう捨ててく情報もたくさんあるけれど、そのことを知ってるかどうかっていうことが、やっぱりその続けていく上ですごく大事っていう。そうですね。ですね。いや、もう前回もね、すごく楽しいお話をもう自由にしていただいて、そして時間が足りなくなったんですけど、ちょっとね、テルさん、前回の続きが気になっている方がたくさんありまして、そのあたりを伺っていこうと思うんですけども、前回ね、もうテルさんのいろんなことを伺ってて、もう若い時からにパニック障害を患られて、その中で仕事を辞めて、まあ、こう雨が降ってる中でわーっとこう入った本屋さんで見た小説、同人誌を読んで、これを、俺の方がうまく書けるかも、言って小説家を目指されるっていうところまで伺ったんですけど、それで、その小説の手法を、その同人誌をやってらっしゃった作家の池上義一さんに習いに行ったと。その池上義一さんに一生懸命書いた小説を持って行って見せたら、うん、頭の7行をさーっと消されてしまったというところで時間切れになっちゃったんですよね。あ、そうですか。そうなんですよ。一番ええとこですね。それでみんな、ギーチさん、ギーチさんはどうなったのとか、ギーチさんってどうしたのとかいうのが、もうその後、大騒ぎになりました。でも僕は昔からね、はい、小説ってどう書くんですかなんてこう聞かれるとね、はい、一つの例としてね、はい、まあ、顕著な、わかりやすい例としてね、その池上さんに教えてもらった、その最初に消された7行というのを、
こう話して聞かせるんですよ、うん、でもね分かる人には分かるけれども、はい、分からない人には永遠に分からないんですよ。そういうもんでしょう。自転車でも一遍乗れるようになったら一生乗れるけど、はい、乗れない人は一生乗れないですよね。そうですね。ちょっと私分かるかどうか分からないですけど。あ、分かりますよ。試しに教えていただけますか。まあ、要するに最初の7行っていうのはね、はい、書き出しの7行っていうのはどんな作家もね、うん、もうやっぱりものすごく力が入るもんなんですよ。書き出しですもんね。書き出しですから、もうここで、はい、まあ、釣り針で言うと返しみたいなね。釣り針ってほらこう戻りみたいなのがついてるでしょ。そうですよね。魚引っかかるように。引っかかるように。返し。ええ。それをやっぱりこう文章のどっかにつけたいんですよね。なるほど。というと、みんな錯覚するのは、書き出しは名文でなければならないっていうことなんですよ。はい。ところがね、その名文とは何かということに対してね、はい、まあ言えばアマチュアっていうかな、うん、その至らない人っていうのはまだまだ未熟な人っていうのはそこで名文を書こうとするんですよ。つまり歌おうとするんですよ。どうだうまいだろうみたいなね。そしたら雨が降ったら雨が降ったと書きゃいいのに、はい、なんか天空の雲が割れてね、そこから細いガラスのようなものが落ちてきて私の頭蓋を打ったなんて書くの。ちょっと素敵じゃないですか。あ、それ素敵と思う。ちょっと素敵と思いました今。あ、ダメですね。ダメ。え、ダメですか。それも才能ないです、ね、ダメか。頭蓋を打ったとか、もうテルさんかっこいいと思ったのに今。そんな、ほら、そういうことを書かんでも、雨が降ってきたの方がいいんですよ。うん、はい。あれ、竹内さん、小説書いて、雨が降ってきたっていうのに書かずに、はい、天空の雲が割れて、そこから細いガラスの棒が落ちてきて、私の頭蓋を打ったって書きます。私は、作文の最初は、ええ、ただいまとか、そう、鍵括弧から始めてみるっていうの、小学生の時にそうやれば大人が喜ぶってことに気がついて、うん、そしてそれはもう非常にこのせこいやり方ですね。やり方ですかね。あ、ちょっとせこい系です。もうせこいですね。それはもうせこい系、間違いなかったですもん。だってそうやると、そうか、なるほど。もう素直に言った方が、うん、まあというよりも、はい、なんていうのかな、そこがね、なかなか言葉で表現できないとこなんですけどね。でも池上さんにその7行を切られた時はどうだったんですか。いや、それはもう僕の自尊心はズタズタですしね、はい、腹は立つしね。あ、一緒じゃないですか私と。初めて会ったおっさんにね、はい、なんでこんなひどい仕打ちをされないかんのやと。やはりこいつ何者やねんと。はい。で、僕は自分としてはそれはすごくいいものを書いたつもりですから。だから褒めてもらいに行ってるのに、人の書いたものを鉛筆で消すとは何事やねんと。それで頭に来て帰ってきたんですよ。返してくださいって言って。あ、そうそう、そこまで聞きました。そうだった。そうそう、その後どうなったのかっていう。そこまででした？そうだった。あ、そう。じゃあ家に帰ってからのことは言ってないわけですね。そうなんですよ。ああ。それで、まあ家に帰ってきましてね。はい。ちょっともう、またパニック発作なんか起こるしね。あ、そうか、そういう状況で腹立って。うん。はい。いや、要するに自分が本当にこれで、うん、まあ、いわば世の中に出ていこうとしている小説だったわけですね。はい。それは蛍川だったんですよ。おお。だから僕が最初に書いたのは蛍川なんですよ。まあ、その前にも書いた小説ありますけど。そうか、その芥川賞。それが芥川賞をもらった蛍川なんですよ。ところがその、芥川賞をもらった蛍川は、はい、最初の7行がないんです。いや、池上さんに切られたそのままから始めたんですか？そうなんです。おー。でね、まあ、もう頭に来てね、はい、で、2階、まあ、借家の2階で横になって、ふてくされてたんですよ。うん、そして、で、だんだん、まあ、気持ちも落ち着いてきて、はい、あの人が言ったように、ちょっと、じゃあそのあの人が鉛筆で消した7行はなかったものとして、その8行目から読んでみようって思ったんです。はい。
で、そう思うまでにね、やっぱ3時間ぐらいかかってるんです。3時間。で、読み返してみたんです。もう虚心坦懐に、もう、はい、まあ、人の言うことは聞くもんだっていうね。8行目からで OK だったんですか？その方が良かったんです。あ、そこ実際の、蛍川はそこから始まってるんですもんね。そうです。だから、実際の蛍川に、僕が最初に書いたやつは、あれより頭にまだ7行あるんです。で、それを手で押さえてこう見えないようにして、うん、8行目から読んだときに、何かが分かったんです。うん、そうかって、僕はこれと同じことを100枚にわたってやってるんじゃないかな。まあ、100枚の小説だったですから、はい、言語用紙で、そうするとこの7行みたいな文章を他にもいっぱいあるはずだと、いらないものがあるってことですか？いらないものがね、つまりね、名文を書こうとしてね、無理して歌ってるんですよ。ものすごい、どっちかというとこう、まあ、君は歌歌わない方がいいよっていうような人に限って、はい、カラオケでがなり立てますよね。マイウェイなんか歌うなよっていう感じがあるでしょ。マイウェイ、なるほど。ちょっと古いけど。いやいや、歌い上げたくなる曲ですよね。そう、歌い上げたくなるやつ。最後のとこ特にね。そうです。君だけはそれは歌うなというね。なるほど。そういうのことをやるんですよ。そうか。わかります？はい。おっしゃってること、だんだん分かってきました。ただいまで始まるのと、まあ、そんな違いはないかな、いうような感じなんですけど、向こう受けを狙っているというね。そうなんですよね。受けをやっぱり狙いたくなるんですね。受けようとしているという。なるほど。そうか、今、そのね、前回も、前回新作の、その灯台のお話。海を照らす灯台のお話をね、伺いましたけど、その灯台の新作の文章などは、本当に、わあ、そこら辺にいそうな感じの、方のそのままの生活みたいなのをこう書いてらっしゃって、じゃあ、それ以来、池上さんにお会いになって以来、てるさんはずっと、その華美な文章っていうよりも、違う、そういう、もう無駄なもの、省いたものっていうのを書こうと。そうですね。そうすると結局、抑制と省略っていう世界に入っていくんですね。だから例えばこの一行入れようかな、この一行ない方がいいかな、あった方がいいかなって迷った時はもう迷わずもう削りますね。そういう訓練を最初に池上さんにしていただいたんですね。なるほど。だからそれはもう僕の原点ですから、つまり文章術っていうのか、まあ、そういうものがあるかどうか分かりませんけどね、そういう、こう自分が文章を書くときっていうのは、もう極力は簡単な言葉で持って回った言い方をせずに、もう雨が降ったら雨が降ったと書くんです。いやー、しかし池上さんはすぐにそこを見抜かれて、その後のもう大作家となられる宮本さんの文章の方向を決めになったというのは、それは本当にすごいです、ね、本当に文章っていうものが分かってる方だったと思います。なるほど。テルさん、でもそれをすぐに気づく、うん、僕も偉い。そこが大事なんです。褒めてあげます。いや、ありがとうございます。褒めてあげます。テルさん、誰かに教えて差し上げることもあるんですか？こういう ありますよ。つまり説明と描写とは違うんだっていう言い方で教えるんですけど、はい、それがそもそももう分からなくなるんですね。これはあなた小説の中でこれ説明してるんだと、うん、これは説明文だと、うん、説明文はダメなんだと、描写でいくんだって、説明と描写とは違うんだよって言うんですけど、はい、もうそこでもう怒って帰っていく人多いですね。そうか。でも3時間後に気づける人はきっとお残りになり、うん、でも僕今までこれは説明だと、うん、ここは説明いらないんだと、もうで描写で行くんだっていうと、その説明と描写との違いっていうものがもう何年経っても同じことでわからない人がたくさんいます。そんな人の方が多いです。
でそれは ね、言葉で説明できないんです。ただこれ、こういうふうに書いたらこれ説明やろうと、こう書いたら描写になるんやでっていうのをどうにも教えようがないんですね。これさえ分かれば小説書けますよ。深い。ちょっとだけどこれがなかなかね、つまり自転車に乗れるようになったら簡単だよ、簡単なんですけど、乗れるようになるまで何回も何回も転ぶと、もうそのうちも、まあ、持って生まれた才能もあるんでしょうけど、はい、一生自転車が乗れないまま終わる人もいるわけですよね。なかなか厳しい世界ですね、そこはやはり。でもそれはどの分野も同じだと思いますよ。そうですね、そこが分かるかどうかって。テルさん、スポーツの世界でも、はい、それから芸事の世界でも、それから職人さんの世界でも、みんな一緒だと思います。テルさん、やっぱり今日は時間が足りなくなるかもしれません。そうですか。じゃあ次行きましょうか。ね、ありがとうございます。ここでね、前半がもうね、終わりなんですけど。あら、もうね、前回のね、アリは働くことをやめないっていうのを、色紙をいただいたことを、今、あらっておっしゃいましたけど。竹内頑張ります。後半、もうここだけは聞きますから。はい。次はね、アリは働くことをやめないっていういただいた言葉のことを、ちょっと。深く聞きたいと思います、はいはい、他のことも伺いたいので頑張ります。今日は作家の宮本ゆてるさん、前回お話聞ききれなかったリベンジ編で今日伺っておりますということで、てるさん、じゃあちょっと準備しておいてください。はい、はい、なんか今小さくなっ、はいはい、わかりました。はい、時刻は2時27分になるところです。それではここで、ブリーザタタルジをお聞きいただきながら、さあ皆さん、この先どうなるかなと心配していただきながら、ところによって交通情報とりあえずお届けいたします。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。はい、お伝えします。東名高速道路や東北道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。神奈川県の西湘バイパスは工事のため、大磯方面からの下りの小田原インターと小田原西インターの間、上下線の早川インターと石橋インターの間が通行止めになっています。下りは小田原インターの出口で1キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは二宮トンネルで1キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋を先頭に渋谷まで3キロ半の渋滞です。4号線の下りは高井戸付近を先頭に西新宿ジャンクションまで6キロの渋滞です。6号線は上りが両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまでの所要時間は15分です。一般道路では東京都内の環七通りが事故のため渋滞しています。環七通りの平和島方面へ向かう内回りの目黒区南1丁目でトラックと軽自動車の事故のため1キロの渋滞です。目白通りの下りは練馬区高松3丁目で2キロの渋滞です。埼玉県の国道463号線は所沢市宮本町で工事のため片側の交互通行になっていて、武蔵藤沢駅方面からの外回りが1キロの渋滞です。栃木県の国道50号線の足利市方面へ向かう上りは佐野市高橋町の陸橋で事故の調べが行われ、陸橋の通行ができなくなっています。速道をご利用ください。日本道路交通情報センターの小山でした。
内東子の午後カフェ。2時33分になりました。カフェトークをお送りしています。今日は宮本てるさんにお話を伺っております。今日のテーマはアリは働くことをやめないというテーマにしたんですよ、てるさん。そう、だからここを聞かないことにはいけないんですけど、なかなかそこへ行きませんよね。もう本当にね、あのね、今もう皆さん、リスナーの皆さんも分かっていらっしゃって、アス母さんも3回目も期待してますので、じっくりゆっくり深掘りしてください。楽しいです、そして勉強になります。あ、そうですか。いただいております。もう私もたくさんディレクターちゃんと一緒に準備しましたけど、もうすべてを忘れて今無の境地宮本さんについていく所存でございます。いや、そのね、前回もう皆さんにね、最後にもう一番最後に私が聞いたのが作戦失敗したんですけど、いいのを一番最後残しとこうと思って、その色紙を書いていただいたのを一番最後持ってきたら、ちょっとお話聞く時間がなくなっちゃったんですよね。その時にてるさんは皆さんに向けて、いろんなことがあるさ、でも落胆するな、アリは働くことをやめないっていう言葉を11月16日に書いてくださって、はいはい、その時にね、お伝えしたんですけど、これはちょっともう一回改めて伺いますけど、どういう気持ちを込めて書いてくださったんですか、アリは働くことをやめない。ああ、まあとにかく、はい、まあ人生ってそんな思い通りにいくことばっかりじゃないですよね。はい、本当になんか思いもかけない、災難が突然降って湧いてきたりね、いろんなことがありますよ。はい、でもうなんかもう何もかも嫌になって、もう家にも出ずに、あ、じゃあ外にも出ずに、家でも引きこもって1週間も2週間も寝転がったり、もう世の中捨ててしまいたいみたいなこともあるんですよね。あります。だけどちょっと表に出てみろと、ちょっと足元見てみろと、一体どれだけの数のちっちゃな虫たちが働いていることかと、毎日毎日ね。で、僕子供の時にね、はい、これはね、今の子供さんはどうなのかわからないんですけど、僕らの子供の時っていうのはね、道でね、アスファルトの道なんてほとんどなかったんですよ。そうですね。今ね、公園でもね、コンクリート敷いてあるでしょ。うん、ああ、なんか柔らかい足にいいみたいなのを敷いてたりします。そうです、そうです。だから土がないから、はい、あれが巣を作ってるところ、実際にこう一日中見てるなんてことないと思うんですよね。なかなかね。で、僕たちの子供の頃ってのはね、飴玉一個そこへポコンと置いといたら、いつの間にかその飴玉が真っ黒になってね、どっからでも、よく見たら、アリが群がり寄っててね。で、飴が重いもんだから、アリはアリで考えて、よし、ここに巣を作ろうとするんですよ。もう。で、その下に穴を掘り出すんですよ。本当ですか？そうですよ。一度やってみたら、ご覧にな、やってみたらわかりますけど。そうするとね、そこで一つの、なんていうのかな、アリたちの巣ができていくんです、ね。うん。それが面白くてね、よく飴玉をね、駄菓子屋で買ってきて、で、全部やってしまうのもったいないから、半分舐めてね。残りを土の上にそっと置くんです。できるだけ日陰にね。なるほど。自分が観察するのに。そうそう。で、アリも日陰の方がいいですからね。先生もせこいじゃないですか。そう。そういうの、子供ってみんな知ってますからね。そうですよね。はい。で、ずっと巣を作り出すでしょう。はい。そうするとね、どん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 ね、うん、その巣が深くなっていくのがわかるんです。ところがね、昔はよく夕立があったんですね。はい。雨が降ってくるでしょう。そうするともう巣がね、今せっかく作ったいくつかの穴を通じて、もう中も迷路のようになってる巣がね、水でもう溢れ返ってしまうでしょう。はあ、どうするのかなと。どうするんだ。助けてやるにやれないんですよね。はあ、そしたらしばらくどっかや姿消してるんですけど、雨が止んで水が引くと、またそこへ巣を作り出すんですよ。もうそれ翌日行ってもまた巣を作ってるんです。で、また雨降るでしょう、うん、でまたどっかへ姿消してて、またどっかからか現れて雨が止んだらまた巣を作り出すんです。
それを見ててね、なんてすごいのかなって。それは確かに昆虫学者はそれが昆虫の本能だと言うかもしれない、うん、だけど人間こんなことするかっていうね、もっとその環境の他のところへ移ろうとするだろうと。どうして同じところにまた、どうせまた雨降るじゃないかと。なんでこいつらにはそれがわからんのやと。言うて聞かせてやりたいぐらいね。もうイライラしてくるんですよ。だけど彼らはね、本当に冬になるまでね、はい、えんやっとその、またその雨玉がどっかで、土の中へ隠れてしまったら、新しい餌を求めて他のところへ行くんですね。でその行列がね、延々と長く続くんですよ。で、すごいなぁ。で、アリが一日たりともね、サボってたのを僕見たことないですよ。テルさんも毎日そこで見てたんですか、アリ。だから僕はサボってるわけですけどね。わぁ、でもその子供の時に見た時に、すごいなぁと思われて。すごいなぁって。みんな働いてるんですもん。朝から晩まで。それを今回思い出してくださったってことですか？そうです。だから、彼らがね、しかもね、一つは、簡単なことですけど、一つ分かったのはね、はい、アリは一つのものしか運べないってことなんですよ。というと、例えば、ちっちゃな虫だと一匹だけ、はい、ちっちゃな砂粒だと一粒だけ、はい、というふうにね、アリはそれぞれ一匹がね、一個のものしか運べないんです。うん、ということはね、小説家もね、一字一字しか書けないんです。同時に10文字書けないんです。うん、と、俺のやってることって、最近はパソコンのワードで打つようになりましたけどね、はい、そのワードで打つにしても、一字一字なんですよね、あれ。ね、100字一遍にはパーサンと打てないんですよ。そうですね、そうですね。そうすると自分がものすごくしんどくなってきたときに、はい、あ、もう小説なんて書くの嫌だと、俺はもうこんなしんどい仕事も嫌やって思うときにね、いつもね、雨上がりのね、うん、グラウンドの隅っこの僕が置いた飴玉のおかげでここに巣を作るしかなくなったアリたちを思い出すんですよ。うーん、あいつらも一粒一個一個運んでたなって。うん、どこまで行くのか知らんけども、どっかへ行って必ず餌拾ってきて、で自分の巣へ戻っていく。もうその一日中繰り返してると。俺もアリになろうって、うーん、一時書いてるうちに1ページになり2ページになり3ページになっていくんだと。でもすごくそれが嫌になって俺はもう投げ出すっていう時もあるんですけど、その時にね、ふっとね、お前はアリ以下かと思うんですよ。なるほど。今まで小説を書き出してからずっと僕の中でね、俺も一匹のアリになるんだって。そういうふうにこう、だからアリは働くことをやめないって。だから俺も働き続けようっていう。そうですね。今、そうコロナ禍にあって、いろいろ大変なことに皆さん打ち当たって、仕事も思うようにいかなかったり、仕事がなくなってしまった方もね、いろいろありますから。でも、コツコツ今やれることをやろうよと。はい。なんかもう、あんまりね、人生君的なこと嫌いなんですけどね。うん、俺ばっかりはね、アリになろうと。なるほど。いや、それ以外方法がないんです。前回書いていただいた時に、そんな本当にアリをご覧になって、そういうふうに感じて、いつも人生でずっとアリっていう言葉を傍らに置いていらっしゃったっていうのは、そうですね、やっぱり子供の時のその、夏休みの、ある1日か2日、もうひたすらアリを見ていたという、そうなんです、ね、それがやっぱりこう心のどっかにこう、なんていうかな、刻み込まれてるんでしょうね。そうですよね。もうテルさんもいろいろ、もうパニック障害になられたり、いろんなことを繰り返しながら、もう病気にも、いろんな病気も乗り越えてこられて、その度ごとに、そういうことを思いながら、今日に至るという。そうですね。ですね。やっぱり一つ一つの積み重ね、ね、人生って面白いもんですよね。そうやって考えると。今、テルさん、
もう70過ぎられてここからまた始めるってこの前もお話ししてくださいましたけど、文芸誌で連載も持っておられて、今2本連載してますね。そうですね、さっきお話しいただきましたけど、はい、良き時を思うっていうのを連載していらっしゃって、これまた今書き始められた小説が良き時を思うっていうのは、これはどういうところに、普通ね良き時を思うっていう言葉で何を連想するかというと言えばね、大抵の人がね、昔の良かった時のことを思い浮かべるっていうイメージがあると思うんです。古き良き、あの、あ、良かったよねっていう。僕のこの良き時は未来なんですよ。あ、過去じゃなくて未来のことを指してるんですか？例えば10年後にはこんな風になっていたいとか、はい、必ずこの自分の夢を5年後には絶対に実現しようとか、うん、実現した時の幸せっていうのをと思い浮かべるっていうか、想像するっていうか、そういう良き時を思うなんです。なんか 今その時なような気がしますね、本当に、うん、こうちょっとどうこの先どうなるのかが分からなくて、そう、良き時を思えるのかどうかっていう、でもいつかきっとってみんな思ってるんですけど、そうですね、うーん、だけど、うん、そんな、まあ、それはあの疫病にしても、はい、災害にしても、はい、その時が本当に悲惨で大変ですよ。もうどっから手をつけていいかわからない。そうですよね。だけど5年たち7年たち10年経つと、やっぱり人間ってやっぱり復興していくじゃないですか、はい、うん、そういう力がやっぱり人間にはあるんですよね、うん、そうすると この町、今も破壊されたこの町を10年後にはこんな風にしてみせよう、その時にはみんなとどんなお祝いしようかとか、はい、そういうその良き時を思うよという、その良き時ってのは未来だという、過去ではなく未来を、未来を、過去の良き時はもういいじゃんみたいなね、うーん、もうそれは進んだことやないかという。そうか、なるほど、まあ、そういう意味での良き時なんですけどね、そういう時の良き時を思うという小説ですね。いや、まあ、そういうふうに目論見通りに書けたらいいんですけども、はい、もう行き当たりばったりの人間なもんですから。いや、でも本当に皆さんからね、テルさんの、宮本テルさんの言葉にすごく力をもらっていますとか、いう、メールやツイッターもたくさんいただいて、そうだから今日も好きな言葉っていうのを皆さんからねいただいてるんですけど、テルさん、どっか読者が本当に元気になる言葉がねたくさん、小説の中に散りばめられていて、ちょっと紹介させていただくと、命の器の中から、どんな人と出会うかはその人の命の器次第なのだ、はいはいはい、とか、それから春の夢から、勇気、希望、忍耐、この3つを抱き続けたやつだけが自分の山を登りきりよる、とか、水星物語、ゴールを過ぎるまでは何が起こるかわからない、まあ、ちょっとこの言葉だけを取り出しても、それぞれの小説のね流れがあるのであれですけれど、すごくなんとか前向きというか、あーって思 う言葉がたくさんあって、でも僕ね、はい、読者をそれで例えば何かこうなんていうのかな、こう勇気づけようとか励まそうとか、はい、ある種 その啓蒙しようというような気持ちは全くないんです、うん、たまたまその時に読者が、読者じゃない、その主人公がそういうふうに考えたと、はい、自分を鼓舞するために、あるいはその小説の中で自分の友人を励ますために使った言葉なんですね、うんうん、でだけどそれ、その時にそれでこの小説を読む人を励まそうとか、その勇気を与えようとかという下心はないんです。どっから出てくるんですか？もうたくさんの物語を紡いでいらっしゃって、主人公も違えば、うん、もう場所も違うし、それぞれなんだろう、まあ、勝手に人物が動き出すとかよく言われたりしますけど、テルさんの場合は どういうふうに出てくるんですか？どういうふうにね、やっぱり僕の中から出てくるんですね、それは。そうですよね。僕の中にないものはそれは出ないです。そうですよね、あるんでしょうね。
今何その言葉のドヤ顔が伝わってくるこの感じがおかしいんですけど。謙虚に言ってるんですけどね。言葉でも自分の中から出てきた言葉、降りてくるというか、その主人公のその中で出てくる、主人公は脇の方もいらっしゃいますけど、多分ね、そういう文章がパッとこう登場人物の中から出てくる時っていうのはね、自分が励まされたいんだと思うね。もう今この小説もどうにもならなくなって、もう俺もう書けないんじゃないかっていうような時に、自分を励ますためにね、なんかこう登場人物を使って登場人物に励ましてもらってるんじゃないかっていう、そんな気がしますね。それがで結局その励ましの言葉っていうのは、結局僕の中に多分眠ってるんですよね。だって僕の中にないもの本当に出ないですから。そうですよね。その辺のところはね、もうそんなあんまり分析しないでちょうだい。いやでもそうですね。だってその説明と描写は違うのだということをずっと思っていらっしゃって、そしてもう私が始めるかぎかっこでただいまから始める文章、そんな作為的なものはもう凡人やねっておっしゃる。そこまで言うて。あ、本当、いやもう伝わってきました。そうやね、才能ないねっていうところを思っておられながら。でもだから作為的ではなく、おそらく、まあ、出てくるんでしょうけど、あのね、水玉アーチさん、静岡県の方なんですけど、今日メールくださって、ちょっと年齢を重ねた今、またテル様の世界が心地よいと。で、ご自身の変化もあると思うんだけど、テル様の作風も何か以前とは違った優しさ、温かさがすごく感じられると。あ、そうですか。はい。で、ご自身で変化を意識されることはありますかっていう。いや、ないですね。もうその一つ一つ年齢を重ねてこられて今70代になって、まあ、体のね、弱まりというのは日々感じてますけどね、はい、精神的高まりというのはあんまり自分ではわからないですね。それでもうすごく自分でこう情けなくなる時ありますけど、わからないですね。いやでもなんかそのそっか、ちっちゃい頃体が弱くてらっしゃって、もう君はもうあなた二十歳ぐらいまでしか生きられないよって言われたところから、っていうお話を読んだことありますけど、もうそこからずっとこうもう長生きなさって日々こうやって締め切りに追われながら、もうでも言葉を紡いでいらっしゃって、そうですね、でも、まあ、淡々とこう、まあ、まあ、お前は小説を書けよ、もっといい小説書けるよっていう何か大きな意志みたいなものがこう支えてくれてるのかもしれないですね。なるほど。テルさんはあの小説をお書きになるときに、最近は手書きじゃなくて、まあ、あのワードで書いておられるとおっしゃいましたけど、はい、音楽なんかお聞きになったりするんですか？音楽はね、 iPod で聞いてますけど、はい、どんな風な音楽をお聞きになるんですか？それ聞きたいという方もいらっしゃって。ああ、もう多岐にわたりますね。クラシックも聞くし、はい、それからモダンジャズも聞くし、はい、落語も聞くし、もう大体もう必ずそれ持って旅にでも行きますし、寝る前は必ず何か落語に 2,3 席聞いたり、ビル・エヴァンスのジャズトリを聞いたり。かっこいいですね。まあ、まあそうですね。モーツァルトのピアノ協奏曲聞いたり。本当に多岐にわたって、そうですね、音楽をお好きで、じゃあ小説を書きになる時も BGM があったりするんですか？いえ、あのもう物を書く時はもう一切、そういう雑音は入れないです。そうなんですね。なんでしょう、まあ、ここまでずっとこう書いてこられて、今も連載2本あの持っていらっしゃって、小説を書く、テルさんがお書きになる一番の原動力っていうのはどういうことですか？もうそれは僕の書いたものが、書いたもので、はい、あの読んだ人が本当に感動してもらいたいと、なんかこう人生ってのは深いもんだなとか、人間ってのはすっごい深いもんだなっていうことをなんかこう感じてもらえたら、はい、っていうことですね。深
深いもんね。やはり人間の凄さ、人生の凄さっていうものがわからないと、やっぱり生きる気力っていうものがないで、なくなりますからね。うん。うん。やっぱりこう、いい小説を読んだな、感動したな、本当に良かったなって思ってもらいたいですから。そうでなきゃ何のためにこんな苦労して小説書くんだっていう。そうか。だからやっぱり僕は人に読んで感動してもらいたいし、はい、褒めてもらいたいですよね。もう本当に。宮本の小説はいいよってこう、よしよしとこう、褒めていただくと、ね、また喜んで新しいのを書くという。え、新しいものの構想、もう今2つやってらっしゃいますけれども、なんか目指している構想みたいのは終わりなんですか？全くないです。全くないです。はい。この2つが終わると、また、はい、チャネリングがこう切り替わって、はい、新しい何かパッとこう行くんでしょうけど、この2つ書いてる間はもう全く考えないようにしてますから。そうなんですね。わ、なんかもうちょっともうあれももう終わりですよ、テルさん。あれまだ行さん残ってるじゃないですか。いや本当分かった。もう竹内投稿、このゴーカフェ、私のねライフワークにします。ここ山本テルさんを追うパートマスカットさん、愛知県の。てるさん、今回は収まるかな、また次回も来られるように作戦練ってらっしゃったりして。僕が作戦練ってるんですか。すみません、そんなアホな。私の至らぬところ、もうぜひ次回はこのスタジオで。スタジオで。すみません、ちょっと体鍛えといてください、てるさん。はい、ありがとうございました。今日、はい、わかりました。今日も楽しゅうございました。宮本てるさんでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。この後3時10分からカフェ続きます。2時55分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。さいたま市のインターネットカフェで起きた人質立てこもり事件で、逮捕された男の指紋が事件の4日前に横浜市内のホテルで起きた強盗事件の現場に残されたものと一致したことが、捜査関係者への取材で分かりました。